安倍次郎が食べたい食べたい願望軸期間入ってですね、やっぱりこれまで営業の上でね、やっぱり続けていかないとっていうラーメン屋さんやっぱりいっぱいあるわけですよ。もちろんそうですね。そんな中でこれまでお持ち帰りを一切やってなかったお店も、うん、とうとうああお持ち帰りをし始めたと。そうなるほど。鍋をやったり冷凍の麺を販売したりとですね、まあ、家でも楽しめるようにですね。そうなんですよね。やっぱりそれをね、うん、食べたくてね。食べたいよ、食べたいでしょ。無理だろうな。いやそれ食べたいですけどね。うん、実はね、歩いて行ける距離にやってるところがあるんですよ。え、見てくださいこれね、これあ、はい、寸胴に入ってます。そうですね、まあ近くにありますからね。ありますか。すいません、初見のリアクションしちゃって。いやいや、みんなでそこは行ったんだけども、うん、一瞬ちょっと見る寸胴の中。あ、はいはい、はいね、こんな感じです。あ、麺だったんだ。いや、スープだと思うよ。スープじゃない。はい、違います。はい、じゃあこれ持ち帰りっていうと、まあ、自分でお鍋を持ってってここにはスープ入れてもらいましたと。はい、これトッピングセット、こっちニンニクと生姜。あ、生姜。この時点でもう分かる方もいると思いますけども、うん、行ったお店僕との麺さんです。なるほど。何度かね、あの撮影させてもらってるで、うん、豚ね、うん、豚。あ、豚すごい。これすごい分厚いんだよね、僕との麺さんの豚ね。うん、油っす。油、いい。油ここにも別で入れてもらって。すごい。お野菜。この森今回は一応4人前で買ったのかな。合計2500円です。なるほど。お、安い。4つで2500円よ。割り算したらいくらよ。割り算して。625円。おお。あの計算できない赤星さんが。じゃあ危ねえ。5のつく数字は得意です。成長したじゃん。麺がね、選べるんですよ。どちらかから。ツルツル麺かワシワシ麺かで、今回はちょっとどちらもね、あのちょっと動画にしたいので、お二人にやっぱりデフォルトまだ食べたことないでしょ。デフォルトはどっちなんですか。デフォルトこっちです。ツルツルの方ですか。はい、お二人にこう一玉ずつあるので。あ、はいはい、はい、でワシワシ麺すごい硬いとのことだったんで、僕はまだこちら食べたことない。なるほど。お二人も食べたことないですけど。まあそうなんですけど。こっちを食べてみたいと思います。はい、えい。ギリギリ。うお、まあ絞みますんで。よいしょ。おお、すごい湯気が。よいしょ。よいしょ。よいしょ。おお。はい。よいしょ。俺らの方もちょうだい。はいよ。とりあえず3分半測ります。はい、スープも加熱しておきましょう、このタイミングで。はい、はい、はいよ、はい、そのはいよっていうのは仕事じゃないの。よく来て、はい、どんどん温めて、はい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 、おー、よいしょ。おいしょ。おー、いいね。おばさん、でかいじゃん。あ、トッピングが好きにやっといて。はいよ。よし、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 よし。おー、いいね。あ、ね、女子との戦いだ。豚は食べていない。おい、女子。女子。任せらんねえよ。普通は1個だけガチだな、マジで。さあ、油多めにいっちゃおうかな。あ、どうぞどうぞ。油をさあ、よいしょ。上から、上からいく。はいよ、はいよ。あ、ニンニクね。おお、いいね。はいよ。はい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 。おー、マシマシだ。マシマシでいきます。はいはいよ。あ、お客さん、ニンニクは。あ、ニンニクマシでお願いします。マシで、はいよ。はい、マシ、はい、マシはこんぐらいかな。はい、ありがとうございます。はい、油は、油マシでお願いします。油マシで、はいはいはい。あ、俺のはサイド、俺のはサイドだった。手抜きだ。エゴミストだったな、この助手。上にちょっとだけ。ちょっとだけ。ありがとうございます。お、お客様。あ、じゃあマシで。マシで。あ、あれ、マシは？マシは、マシマシ。マシ、マシってことだからね。はい、油は、じゃあマシで。マシ。あ、上から、はいはい、この油はね、ちょっと
私が食べちゃっていいか。あ、どうぞ。さあ、そうこうしてる間に豚が、豚が来た。豚、ちょっとフライング油いきます。ちょっとフライング油、誰が端っこの豚を食うか。あ、いいね、それ誰。いや、フライング油してる。あ、いや、あ、いいね。いいよ。うわ、すげえ、この豚。あ、いいね、いいね。あ、いいよ。あ、いいよ。あ、いざでっけ。でっか。もう生姜もちょっと入れようか。あ、生姜ね、生姜も。僕、別皿で。あ、別皿。僕、別皿で。別皿ね。辛みいる人、辛み一旦大丈夫です。僕も一旦大丈夫です。わかりました。はい、でかいさ、写真撮りたい。いただきます。いただきます。まず野菜からいただきますか。うん、どうか、お野菜の出来は。あのね、うまい。あら、あの油と一緒に食ったんですけど、うん、油がしっかりね、味付いててね、ちょっとね、ホロホロの肉も入ってますよ。そうなんだよね、これ油ね。あ、うまっ。マジうまい。確かまだスープに浸して食べてないのにめちゃめちゃうまいし、うん、うんうん、油うまいな、マジで。うん、そしてかね、ブラックペッパーもね。あ、いいね、野菜にね。うん、いや、これはブラックペッパー案件だわ。案件だった。うん、で、俺も端っこの豚をね。あ、そうだね、そうは。うん、うめえな、これは。うまい、うん、うまっ。筋が通ってて、すごい柔らかくて食べやすいですね。うん、ねえね。うん、すすりやすいですか、やっぱり。すすりやすい、ツルツルっとしてる。あ、すごいこれ、うん、これうまいわ。ということで、今回僕とメンさんということでね、あのお飲み物をこちらで言いたいと思います。えじゃん、東京クラフトビールです。えこれがね、うまいのよ。いただきます。マジか。うんま。結構甘みがね、うん、あるやつだから、苦みあるやつあるんじゃないかなと思ったけど、バッチリですね。あ、なるほどね。あ、そう、ちなみに僕の麺だけちょっと違うんで。あ、そうか。少し激かた麺ということで、少しですね、太いんですよ。わしわしとした食感が特徴的なことで。うん、うん、歯応えすごい。やっぱ家ではできることシリーズで、はいはいはい、ちょっとシリーズ投入したいと思います。言葉いらないって言う。で、ビール。あー、いいっす。うめえわ。チーズうまそう。チーズうまそう。いやー、いい家だな。本気に買ったんで、これでいただきます。ああ、ビールうまっ。うまっ。二郎系とビール合うのよ。合うね。じゃあここで私食うね。あら、なんだ。これです。ああ、赤星、オリジナル返し。僕のやつは豚とね、うん、鶏も使ってるんで、ああ、ちょっと照りっとしたしょっぱさが特徴的なんで、うん、上にですね、しょっぱっとした、しょっぱさが特徴的な。しょっぱっとした、しょっぱさ。よいしょ。いや、かわいいね。いい。あと言っていいですか。うまい。ニンニク爆辛ですね。うん、辛いね。辛い。こんな辛かったっけ。もしかして入ってくる。これはどうしようかな。ニンニク四天王2020。3人1点5名です。はい。あの年度ごとに違うんだ。今ちょっとね、やっぱ更新する恐れがあるんで。最初のニンニクしてんのにはラーメン店の新橋店とか入ってて、なくなっちゃったから。そうそう、たまにやっぱスープに取り込んだ生姜が効いてくるのはやっぱり、うん、いいね、バランスが。ご飯もごっちゃんです。早くも。え、早っ、ね、マジ。いやちょっと満足っすね。カニ、いや、うまいわ。すいません、まだカニすいませんでした。あ、そっちまで。いいよ、そこ攻めないから。いや、
それおちょこに入れたでしょ。ちょっとあちょっとちょっと垂れたし。おちょこに入れたかい。いやうまいマジ、うん、豚のデカさがね、うん、ずっしりくるんですよ、うん、やっぱり豚デカかった、うん、お前さんは本当でいろんなね企画ものもやってまして29日にちょっと AV の言い方しないでくださいよ。企画ものはさすがに AV の言い方え、そうか、企画もやってましたよね、はい、企画もの、企画もの企画だったらいいんですよ、はい、企画もの、企画ものは AV の言い方マジで去年ね、羊のお肉とかジロケやったんですよ、ラムラム肉で、ラムちゃんでめっちゃそれ美味しかったんですよ、ラムちゃんは違うことになっちゃう、ラムちゃん、高橋留美子になっちゃう、まあそれはあげさせてもらってるけども、なのでね、本当目が離せない、はい、ゴッタンでしたいやーいいね、持ち帰り、このくつろぎでこれで食えるっていう、確かに、ね、あの帰んなくていいんだぞ、あ、そうだ、結構電車がだるかったりするんだよ、あ、そうだね、もう帰らなくていい、じゃあ店の前で誰かを待ってる人もないもんない、うん、あ、そうなの、このまま最悪寝てもいい、寝てもいい、こうやってこの空間がニンニクだらけになりますけど空気で、ちなみに僕とのレンさんのこの鍋次郎はですね、はい、営業時間ではない時間帯にのみ今やってるということで、なんか昼と夜で分かれてるみたいな、そう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 、15時から、17時45かな、うん、でちょっと連絡をしたりしていただいて、あ、なるほど、鍋とかを持ってって、詳しくはまあちょっとね、ごくねんさんのツイッターを見てほしいということで、なるほど、お近くにお伝えください、ぜひともね、そうですね、やってみてくださいな、はい、あんまり密にはならないようにだったり、うん、不要不急じゃない形で、ない形で、そうですね、以上、僕とのおじさんの鍋島でした、ごったんです、最高。